はい、キャプテン浩二でーす。はい、またね、ラジコン、やりに来ました。ちょっとね、広い場所がありますので初めて来たんですけれどもね、この広場ね、いかがでございましょう。ちょっと風が強いけどね、ラジコンカーちょっと走らせてみようかなと思います。軽くね、かなり広いと思いますのでね、TT01 ちょっと走らせてみようかなと思いますので見ておいてください。はい、そして今日はね、こういったね目印、持ってきましたので、これをちょっと設置します。どの辺がいいかな。あんまり遠くに行かないようにしましょうかね。はい、ただいまの時刻ね、16時9分になります。2024年の、3月の2日金曜日でございます。こんな感じでね、ちょっと適当に置いときましょうかね。適当に並べて、そして、その近くをね、走っていきたいと思いますので。で、今日もね、僕のね、TT01 ね、ライトチューンモーターですので、そんなに速くないので、どうかな。あ、結構広いね、ここね。結構広い場所ですね。そしていいよね、走らせてもね。はい、こんな感じにしときます。そして真ん中に1個置いとこうかな。ちょっと暑いかな。ふう。そしたらね、もう早速走らせますね。ここね、放し飼いにしてる犬がおるんでちょっと怖いんですよね。よいしょ。はい、もう早速走らせます。スイッチ入れてね。あ、スイッチ入ってるか。はい、スイッチ入れます。はい、そしたらね、この位置から見ておいてください。ここ撮影しやすいよね。はい、これで、撮っていきます。それでは早速も走らせます。ちょっと前でもいいかな。まあ、どのあたりかな。このあたりから見ておいてください。いいね、いい場所だね、ここね。椅子に座ってやるかな。椅子に座ってできますね。楽しいね。ちょっと斜めってますけれど、斜め向いてますけれども、ここでちょっと座りますね。ここに石があるのでね、ちょっと横着しますけれども、いけるかな、見えるかな。見えるかな、見えないかな、隠れてるかな。もうちょっとこっちやな。はい、この辺で見ておいてください。まあ、適当に走りますんでね。
ピードがねそんなに出ないので、そうだな、遠くに行ってもダメだな。ちょっと待ってね、向こうのやつ取ってきます。はい、それではね、適当に走らせますので見ておいてください。いいね、いい感じなんだけども、ちょっとね、路面がね、路面の状態があんまり よろしくないね。まあ、ここはちょっと、よろしくないんだけども、走らないことはないんだけどもね。あ、いいですね。はい、まあそんなにね、遅いといってもね、そんなに走らないわけではございませんので、ちょっと広いね、ここはね広いんだけど、エンジンカーとかね持ってきたらちょっとねうるさくてね、家がね周りにあるのでちょっとやばいので、なんていうかね、ジムカーナー的な走りしましょうかね。ったら、はい、見ておいてください。ジムカーナー的な走りだったらいいからもしれません。スピード遅いからね、電動カーでね、ちょっとした練習でね。はい、そしたら走らせます。映ってるかな、どうか。いいですね。あ、ほめほめ。いい感じですね。でもね、いい感じで走っております。お、
はい、ちょっとモコのやつ取ってきますね。はい、こんな感じでね、全体見えるかな、見えるかな。ちょっともうこう行ってみます。あ、見えますね、見えてますね。はい、こんな感じでちょっと見ておいてください。見えるかな。ちょっとね、大きな石があるんでね、これちょっとあれだな、乗り上げたりしますので、ちょっと嫌ですね。ちょっと向こうまで直線走ってみます。電波がね、届かなくなるかもしれないので。まあまあ普通にね、走りますね、普通の速さだね。ちょっともっさり遅いかなという感じでございますね。でもまあまあ練習にはね、ちょうどいいかなという走りですね。やっぱりスポーツチューンモーターを持ってきた方がいい。スポーツチューンか、このライトチューンモーターはね、やっぱり遅いな、はっきり言うてね。もしかしたらマブチのね、540モーターの方が速いかもしれませんね。540の方が速いみたい。でもね、この走、こういったね、コースをね、走るんだったらね、悪くないですね。こういったコースを走らせるんだったら、そんなに悪くないと思います。この位置からちょっと椅子持ってくればよかったな。椅子がここにあるんだけども、位置がね、面白いね。でもね、はい、ジグザグ、おお、面白い。ちょっとしばらく見ておいてください。
ちょっとね、路面がね、硬いというかね、グリップがね、すごくいいですね。今ね、横転しましたけども、なかなか走りやすい。タイヤがね、グリップがね、すごく良くてね。僕の腕はどうでしょうか。かなりね、走り込んでますのでね。こんな感じで、かなり練習積んでおります。ですので、悪くはないと思うんですけれども、路面がね、ところどころね、ロックというかね、なんというかな、グリップがいいんですよね。全体的にグリップはいいんだよね、この路面、ここのね。アスファルトの、またこけましたけども、こんな感じでね、こけますね、やっぱり横向いたらね、ある程度横向いたらこけますんで、気をつけないといけないんだけども、走りやすいし、速いですね。目がね、最初ちょっと遅いかなと思ったんですけども、慣れてきたらね、かなり速いですね。速く走れますね。はい。直線もね、結構速いんだけども、コーナーがちょっとね、すごくね、オーバースケアというかね、ぶっ飛ばしてきて、そしてコーナーを曲がると一気にね、中に入ってくるような感じですね。ちょっと見せましょう。はい、こんな感じで一気にね、アンダーよりもオーバーの方が強いかな。あ、またこけました。はい、いかがでございましょう。しばらく見ておいてください。ちょっとぶらっと走らせますので見ておいてください。見えるかな。ここはね、ちょっとね、スピードがね、出てますね。大途中モーター、遅いかなと思ったんですけども、しばらくね、走らせるとね、スピードが結構出てます。最高速がね、よくわからないんだけども、なんでかよくわからないんだけども、だから、狭く感じますね。あっという間に向こうまで行くしね。早いね。これだけ走れば十分だ。早すぎてもうびっくりするわ。早い。これだけトロくないんだよね。加速がいいんだよね。さすがモーターだな。
周になるな。外周をちょっと回ってみますね。外周をね。あ、早い早い。おお、早い。スピードが乗りすぎてね。いつもはね、こんなね、目印をね、してないので、適当に走ってますのでね、どうかな。僕の腕はどうですかね、うまいですかね。ミスなくね、走れてると思うんだけども、理想的にね、こんな感じでね、そんなにね、一つ一つのコーナーをね、きっちりね、しなくてもいいと思います。これはね、全体的にタイムが上がるような走り方ね。あ、今、くるっと回りましたけども、やっぱり小石がね、ちょっと大きめの石がね、乗り上げるとくるっと回りますね。で、この目印はね、木でね、木で作って、それでこれ乗り上げてもね、別に問題ないんですよね。乗り上げますね。乗り上げても全然関係ないですね。ちょっとコーナリングがね良すぎるので、グリップが良すぎるので走りにくいのは走りにくいです。あ、今ちょっと乗り上げましたけども、あ、なんかだんだん速くなってきたな。あ、いいね。気持ちいいね。はい、それではね、アングルを変えてね、最高速テストしましょうか。最高速ね、向こうからちょっとやってきますんで、見ておいてください。ちょっと向こうに行きましょうね。映ってるかな。あ、ちょっとあれ、景色とこれでサムネを撮っときましょう。サムネをちょっと撮っときますね。またね、横からね、横から斜めからがいいか。はい、この辺で撮っときます、サムネね。はい、そしたら最高速ね、これもスピード出てますね。アンプをね、ちょっと変えたいんだけどもね、新品にね、ちょっと程度のいいアンプに変えればまだね、モーターのね、性能が引き出せると思うんだけども、はい、ここで見ておいてください。はい、最高速はそんなに伸びるというほどでもないけれどもね、そんなに速いというほどでもないけれども、まあまあいいですね。そして撮影がね、やりやすいよね。これぐらいの広さだったらね。ちょっとあれかな。あ、やっぱりね、グリップがいいね、ここはね。ゴツゴツしてるからね、ここね。あ、アスファルト路面がね、均一じゃないんだよね。
この辺ね、遊ばれるともうちょっとね、業者の人がねちゃんと作ってくれればいいんだけど、いい加減に作ってはいないと思うんだけどもね、コスト削減というかね、きっちり作ったら時間がかかるしね、そういった意味で、あんまりこの広場のね、アスファルト路面はゴツゴツしていてしてるところがあるんだよね。だからあんまりこんな感じでね、ここもね、ちょっとね、ゴツゴツしてるから、タイヤ乗り上げたらね、走らせにくいというか、そんな感じになっております。そしたらね、またあ、ここタバコ捨ててるな、タバコいっぱい捨ててるね、これね。ほて、犬の糞もいっぱいあるな、これね、ダメだね、橋に犬の糞してるからね、もう気をつけないとね。はい、ここで見ておいてください。もうテンション下がるよね、ゴミとかね、あったらね。はい、いかがでございましょう。はい、ね、はい、また元に戻って椅子に座ります。椅子がいいね、いい椅子があるね。はい、もうちょっとね走らせて終わりますね。今何分だ。あ、29分か、結構走ったな。今日はね、週末前の金曜日だからね。そして時々ね、アンプとかね、またね、サーボとかね、交換しましょうかね。もうずっと走りっぱなしだからね、なんかいろんなサーボ売ってるんで、アマゾンでね、それを交換して、そして電池もね、予備をね、予備があればいいな。こんな感じでしょうか。あ、よく走るけどね、やっぱり見てるとね、風がね吹いてて寒いんだけど、今日はいっぱい着込んできてるから。それでこのタイヤいいですね、レーシングスリックタイヤね。思ったよりまだまだ走るね。昔の、昔というかもう古いんだけどね。レーシングスリックタイヤね。練習しましょう、練習をね、いっぱいしましょう。そしてね、危なくないようにね、今人がいないからできるんで、人が近くにね、寄ってくるというか、来たらね、ちょっとやめますけど。人のいるところではやらないように。
ブレーキは効くんだけどね、ブレーキかけたらね、ちょっとね、路面状況がね、サラサラじゃないんですけども、速いのは速いですね。しっかりね、食いついてますよね。関係ない関係ない、練習してね、動画配信してね、なんか試合かなんかあるん？いや、試合じゃない、自分で個人でね、趣味でやりながら、で動画配信で世界に配信しようよ、これ好きな人がおるから、見せてもらおうと思って。ほら早かったらね、ありがとう。ハンドル追いつかないか、あんまり早く目が追いつかない、目が追いつかないね、目がついていけんけど、ちょっと遅いモーターつけたよね、あ、モーターのいろいろあるわけ、モーターいろいろある、あとギア比もね、変えられるってね、これ早いやろ、2万、3万ぐらい、これくらいであるって中古で買ったけどね、中古で買えば1万円ちょっとで買える、おいちゃんも買えますかエンジンカーもあるんだよ、まかねえわ、まかない畑が畑もうやめないやめなくてやめられない、おいちゃんも畑が好きやってね、好きでやったやつね、じゃあ、この新門の歩道があるやん、うん、ここやっとるから見て、あ、本当ね、枯葉掃除とか綺麗にしようと、なんか
最近なんか賞を歌ったろ、トラック。なん色塗ったろ。色じゃないで、モルタルをね、うん、本当どうなんだろう、うん、かけとるよ。あ、それ用意した。ここを、ちょっと用意した。あ、本当に、うん、そんなんしようか、うん、楽しいよね。朝活っていうかね、あとは7時からね、うん、あ、本当に8時半までの間、一生懸命やって、うん、で、記念して、だみんな見てくれる。そうだね。一回見てみようと。見て。うん、甘いこと。どんどん記念をするとね。うん。本当に。はい、行くぞ。これ。八。あ、これ。さ。はい、これ。はい、ちょっと休憩しましょうかね。今ね、いとこのおじさんがね、僕のね、いとこのおじさんね、が犬の散歩に行っております。はあ、疲れたね。これでね、和やかにね、お話ができる、できますのでね、地域の人とね。ですのですごくね、楽しいね感じになっております。そして僕の知らない顔見知りのね、知ってるおじさんとかおばさんとかですのでね、この辺はね、だから全然問題なくね、やってもいいということでございます。ここでね、ラジコン会やってもね、だからちょくちょくね、練習に来ます。ここなんていう広場にしようかな。ここね、のどえ団地がそこにありましてね、昔のね、のどえ団地がありますので、のどえ団地広場にしましょうかね。はい、そんな感じでまた新しく、ただしね、ここはね、ラジコンカー、エンジンカーはね、しないようにしましょうかね。エンジンカーやるとね、ちょっとまずいのでね、まずくはないんだけども、まあエンジンカーの持ってきてもいいんだけどもね、エンジンカーも持ってくるか、事故起こったら大変だからね。やっぱりこういったこれで十分だな、ライトチューンモーターで十分だな、よく走るしね。ひっくりかけた。はい、そんな感じでございましょう。特にね、もうよく走るんですよね。電池がね、めちゃめちゃ持つんで、もう飽きてしまうんだけども、まだ電池がね、ちょっと遠くまで行かせましょう。直線をね、ちょっと走っていきますけれども、どうだろう。もういい加減に飽きてきたね。30分は走ってるな、多分。
はい、そしたらね、もう終わって、帰りますけれども、あ、電池なくなってきたね。今日は楽しめましたね。そろそろ電池がなくなってきましたけれども、はい、はい、そしたらね、終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。いい場所ですね。ちょっとね、ほうき持ってきてね、この小石をね、ちょっと大きめの石がありますのでね、こういったね、これは乾いたり、ここのね、うんこをね、今のね、おじさんの犬がやってるんかな、うんこをね。まあ、ゴミもね、いっぱいありますけれどもね。まあ、気にしないでね、やっていきたいと思います。ラジコンカーね、すごくいい場所ですよね、ここね。電動カーするんだったら、ここで十分だな。はい、それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。あ、このロケーションいいね。ちょっと太陽に当たってるね。GTR をアップで撮っときましょう。これはいいね。これサムネにするか。はい、そして明日からね、またね、他の場所もちょっと、まだ場所があるので、そこに行って走らせたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。この辺で終わります。